それでは今日もやっていきますけども、よろしくお願いします。今日も料理おじです。はい、料理をおじっていきます。さて、もう火はできたので、でこっちでご飯をいつも通りやってます。まずこちらダイソーで200円のボールを買ってまいりました。何をするの、ボール何するのっていう方はね、黙って見ずれ今日テンションがおかしいですけどね。はい、これね、皆さん予想されてらっしゃいますけどもですね、はい、残念ながらまだ一つも、答えが出ておりませんけどもね。はい、ボール、これで今日は海鮮丼を作ってきます。嘘です。はい、完全なる嘘をつきました今、すいません。これにご飯を盛り付けて、これ一杯分にね、ご飯を盛り付けて海鮮丼をね作っていくなんてことはありません。はい、嘘をつきました、すいません。ということでね、はい、それでですね、なんとちょっとセンサーあるやついるやん、コメントセンサーあるやついるやん。雑草丼、バカじゃねえの、食うわけねえだろ雑草丼。あっか、いい加減にせよ。誰が雑草丼食うんだお前。その辺のお前、笹とかお前草摘んできてお前食うか。あっか。でこれ、こちらこれね、鼻くそほじり器、これを鼻の中に入れてこうやってぐるぐるぐるってやると、鼻くそがきれいに取れてここに固まってるっていうね、これテレ、あの鼻くそほじり器でございます。これね、もう以上なんですよね。あと、まな板がちょっとね、前回のでね、ちょっとすごいことになってしまったんで、今回まな板も100均で購入してまいりました。はい、こちらソフトまな板。はい、ちょっとね、ウェットティッシュで、除菌ウェットティッシュでね、拭いていきますけど、もうこんなもんでいいんですよ。男の料理なんてこんなもんなんで、マジで。うん。ああ、そう、クマはね、大丈夫。俺、クマ狩りのプーって呼ばれてるから、俺。うん。本当に。そう、クマ狩りのプーなんで、僕。はい。ということで、まず、使う材料、こちら。炒め物に、ベーコン。ということでね。これ、あそこで、何でしたっけ？謎の、イオンの謎のスーパーで買ったらですね、これ100いくらとか、めっちゃ安い、これめっちゃ安い、100いくらのベーコン。はい、こちらをね、まずこちらをでーん、プシャ、うわー、汁が足の上に垂れた、ベーコン汁が垂れた、うわやばい、ベーコン汁が俺の足に、どう、ベーコン汁だ、くっ、ベーコンの匂いがする。うん、ということでね、はい、ベーコン、包丁は？あった。包丁ね、こちら、関孫六の包丁です。誰かは分かりません、僕も誰かは知りませんけど、関孫六です。皿ということでね、関孫六は僕の弟、いや弟かい、お前じゃ何歳だよ、関孫六、どう考えてもおじさんの名前、おじいちゃんの名前だろ。はい、ということでね、まずベーコンを切っていきますけど、適当です、こんなもんは知りません、適当で、もうどんなんでもいいっす、もうお好みでいいっす、お好みでチョリっす、マジで、はい、チョリっす、お好みチョリスでお願いします。はい、ベーコン、本当はこんなにいらないけどね、絶対こんなにいらない、でも残してもしょうがないんで、僕自宅で絶対に料理しない用事なんで、はい、マジで、はい、はい、ベーコン切り終えました。もう包丁はいりません、もうこれで関孫六さよならです。関孫六さんはこのいつもこのね、これ抵抗ある人多分いると思うんですよ、
ね、あのバーベキューとかあんまりやったことない人は抵抗あると思うんですけど、これもう除菌シートで拭いたらもうこれで終わりです。はい、これでもう片付けちゃうんです僕。はい、これね、はい、こちらベーコンを切りました。はい、ベーコンを切りました。切ったね、うん、で、はい、まな板、まな板もね、はい、もうこれでいいんで、もうこれでいいです。もう食中毒になります、これで。もう食中毒になっても俺しか食わないからね。はい、もう勝手に中毒になっとけっていう、うん、ベーコンの香りがね、つきましたけども、これで、はい、最高です。はい、関孫六、もうケースにしまいます。もうこれで今日の料理8割完成ですね。はい、今日の料理僕もうこれで8割9割完成だと思ってます。はい、それで次ですけど、あ、ベーコン、はい、ベーコンが切れ終わりました。うん、これで次、おお、何の音だ今の、何の音だ、わあ、うわあ、金玉、いや違った、卵だった、はい、卵、うん、っていうことでね、卵をまず、割ります。割れました。すごい、褒めてほしい、卵を割れた俺を褒めてほしい。卵を、じゃあ1つで3つでいっか。これ6個入ってるんで、だ3つかける2でやりたいなって思ってるんで、はい、6個全部食っちまえっていうね、魂胆ですよ。どうせ、おし、上とティッシュ残してもね、ろくなことがないんで、どうせ腐らせるだけなんで、だったら食っちまえっていうことなんでね。はい、それではまず、こんなでけえボールいらなかったらバカじゃねえのかこれ。はい、もういいや、一気に2つ分こいちゃおう、うん、どうせ俺目分量だからいつも適当だからね。よし、6個分割ります。はい、6個分割ります。はい、よいしょ、もう業者みたいになっとう。はい、これでできた、できました。うん、これで6個分の金卵が、はい、できましたけれども、よし、はい、卵、溶いていきます。うん、溶いてるシーン見れてねえし、溶いていきます。シャ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 、え、卵の皮入ってなかった今、え、今なんか白いの見えた気がする。俺マジで無理、俺卵の殻ガリッてするの絶対嫌なんだけど、俺それだけはマジで嫌だ、それだけはガチで無理、本当に無理。卵大きい、あー、買い忘れてるものがある、完全に買い忘れてるものがある、うわ最悪だ。まあいいや、まあいいや、本当だったらこれね、あの生クリーム入れたいっすよ。生クリーム、俺生クリーム買い忘れてるわ、どうでもええわ。はい、でね、こちら、これはもう僕いつもレシピも見ずに作ったことないものをよく作ってるじゃないですか。これに関しては僕もう作ったことがあるんで、これはもう自信満々なんですよ、言うて。これは間違いなくうまいんで、てか6個じゃ少なかったかもしんねえな、俺が食う量だったら6個じゃ少ないか、ワンちゃん。あ、やっぱりでもこれでも滑る、
首が滑ってる。よし、6個じゃ少ないかもしれない。で、そっから、まず、あ、これ前回、前まで持ってて、このバッグのチャックがマジでいかれてる。見て、バッグのチャックがガチでぶっ飛んだ。よし、まずこちら、バター。どのぐらいかというと、6個に対して、このぐらいでいっか、あの缶なんで、はい、缶です、基本で。必要なものは、まあこんなもんでいいか。あれ、よし、で調味料ボックス、はい、ここにバター入れちゃうんすよ。そうなんすよ、そこが、はい、これでいくぞ。シェイ、これブラックペッパー、これお好みでね入れていただければ、はい、ただ僕もこれ作るのねだいぶぶりなんで、もう多分10年ってことはないけど、5、6年ぶりぐらいとか、そのぐらいなんで、はい、ここにバターを突っ込んで、ブラックペッパーとバターを入れてこう混ぜていきますと。で、まあご自宅だったらバターちょっと温めてあげて、もう溶かした状態で入れてあげていいです。はい、溶かした状態で入れてあげていいんで、はい、よいしょ、よし、混ざったかな。でですね、こちらマドブズセンス、マヨネーズを入れてあげてください。マヨネーズの量はこのぐらいです、多分、わかんないですけど。よし、適当に入れました。はい、このぐらいです。マヨネーズ、まあ言うてマヨネーズもともと卵なんでね、マヨネーズなんて卵なんで、そもそもは、はい、だから、おお、だからそんなね、あれですよ。で、はい、コロナもんで、こんなもんでいいです、多分、わかんないですけど、知りません、多分。はい、で、こちら、皆さんはチンパンジーだから皆さんは、ちょ、これなんか汚くね、なんか、うんこまみれじゃん。この、くそ、ウェットティッシュのこの先っちょが中に落ちていってしまう問題、マジでなんとか解決してくれねえっすか、本当に。これ、これマジで、チンパンジーの皆さんはね、シャイ、うわー、これ何これ、チンパンジーの皆さんはですね、これを卵にベーコンをそのまま入れると思ってたでしょ、バカですか、うん、バカも休み休み言ってくださいね、本当に、そんなことはしません、私。どうするかというとですね、はい、まずこれを火にかけますけど、お水さんをちょっとさっきのこの使い切ったこのこれのペットボトルの中からお水さん一滴出てこないかな、お水さん、はい、あ、出てきた、よし、はい、これね、なぜ水をフライパンに入れるかっていうと、キャンプなんで、この炭火なんで、どのぐらい火力があるかがちょっといまいちわからないんで、ね、なのでこうやってフライパンが温まったかどうかをチェックしてます。はい、で、これどうするかというとですね、まあ、ちょっとその間にね、ちょっとベーコンをほぐしておきましょう、適当に、もういいや、めんどくせ、うん、もう温まってきたんじゃね、もうなんかわかんないけど、知らねえけど、どうでもいいや、もういいや、行こう、よし、はい、
これでベーコンを炒めまジュージュー音しねえし。は？おい、俺のイメージと違う。今ベーコン突っ込んだ瞬間ジュワーって言うと思ったのに全然言わねえじゃねえか、お前これ。遠赤外線レベルの火のなさ。こっちに火が飛ばないようにこっちに置いて、よし、だ見ろこの。あんまり映ってるし、あんまり画面では分かれないし、火がついたんだ。よし、あ、ほら湯気上がってきたじゃん。この火力のなさマジでちょっと毎回ストレスだな。ちょっとしたストレスに来てるぞこれ。プーおじストレスだぞこれ。やっぱりでけえコンロに直す戻すかな。マジで前までさ、でっけえコンロでやってたからさ、その方が全然良かったんだよね。火力はめちゃめちゃあれ火力あったからさ、もうなんかあれだからね、蛇王円札黒竜派ぐらいあったからね。年代よ。ベーコンいつ焼けるんだろう。マジで途方もね。ご飯の方と火を交換する。いや、やっぱりメイン料理は炭火で行きたいじゃないですか、気分的に。気分の問題ですけど、なんとなくせっかくじゃ炭でやりてえじゃんっていう。多分コンロ使ったらマジでガチ一瞬だと思う。買えるか、じゃあ。いやでもな、なんとなくやっぱせっかくだから炭火でやりてえなっていう、気持ちはあるよ。ポキはそんな気持ちがあるよ。ベーコン網で直に、いや、こんだけちっこいと網の中をすり抜けてっちゃって全部炭とかす。このこいつらがせっかくのベーコンさんたちが炭になってしまう。これ炭食いのおじになっちゃう。ちょっと弱すぎるよ。弱すぎるよ。ちょっともう交換しよう。マジで。マジで。鍋と交換。いやでもな。いや頑張れ。ちょっと待って。これがね、いわゆるね、心が折れた瞬間だよね。私の心が折れた瞬間なの。はあ、やばい。あ、やばい、危ない。卵の上に座った俺。あたおかだ俺。え、お尻、卵まみれになってない。
あ、ちょっと卵ついてる、やばい。まあいいや、知らねえ。さて、必殺。ああ、到着しちゃった。こっちの方が火力あんのかな、でも実際。そんなジュージュー言ってる。あ、なんか煙上がってきた。あ、全然火力あるわ、こっちの方が。あ、火力全然違う。全然。もうそろそろジュージュー言ってくんじゃね。あ、ベーコンのいい香り。あ、ベーコンのいい香りがするわ。マジでベーコンおじだわこれ。はい、ここに、ここにですね、僕はもう本当にこいつが大好きなんで、粗挽き胡椒、うん、山粗挽き胡椒に、私の大好きなこちらガーリック粗挽き、こいつは少しでいいです。はい、以上。うわー、ガーリックとベーコンとブラックペッパーの超いい匂い。もうこれだけで食いてえわ。うん、あ、これだけでもう超うまそう。はい、ガーリックベーコン炒めで、こいつはこいつはですね、もうちょっと火を入れたんですよね。よし、よいしょ。で、僕はもうこの暇になること分かってたんで、僕はとあるものを買ってきてるんですよ。はい、あ、やっぱコンロ強え。コンロ全然違うわ。こちら、僕何を買ってきたかというとですね、こちら、ででん、たくあん。なんでたくあん、たくあん食いたかったんですよね、今日見たら。たくあんバリ食いてえと思って、ちょっとね、よし、よし。あ、もう無理だな、ちょっとこれ火力がちょっと心もとない。あ、じゃあすいません、おつまみいただきます。うまっ。うん、バリうめえじゃん。あ、めちゃくちゃうまいじゃん。なんこれ、たくあんうまっ。ベーコンもつまみ食いいただきます。うまっ。もういいだろう、こんなもんで。もうカリカリにしたから、ちょっとある程度カリカリに食感つけたかったけど、ちょっと無理そうなんで、うん、よし、これで一旦お皿に逃がします。さて、よいしょ、うん、はい、ベーコン完成で、次です。一旦こいつを逃がします。ちょっと作業一つ忘れてました、僕。はい、一つ作業を完全に私失念しておりまして、はい、
お皿を用意します。ここからの作業はマジ地味な作業があります。はい、こちら裂けるチーズ、どうやって開けんね、俺裂けるチーズあんまり好きじゃないから食べたことあんまりないんですよ。裂けるチーズのを裂いていきます。はい、裂けるチーズおじになります。はい、この地味な作業うざいな。これこの作業マジめんどいな。あ、この作業地味にめんどかった。普通にこんなチーズ買ってこなきゃよかった。ガチで裂けるチーズを裂いていきますけど、くっそが、こちらモッツァレラになっております。でこれ裂けるチーズだと思ったら、あのなんかバッタモンの裂けちゃうチーズとかいうバッタモンでした。はい、これ裂けちゃうチーズとかいうバッタモン、裂けるチーズじゃなかった、マジバッタモンだった。めんどくせ、めんどくせ、くそ、誰、よし、いけ、もうちょっとだ、頑張れ頑張れプーおじ、負けるなプーおじ、だ何をピロピロしてる、何をピロピロしてるんだ。もういいや、出来上がり、できました、裂けましたチーズが。はい、おいしそう。なんかやばい、すごい、これもうご飯をちょっとクリアして、よし、さて、さてですけど、今日はこちらの器を使っていきます。今日は2つ作るんで、これこちらの器を使います。はい、それでは、ご飯盛り付けタイム、よいしょ。ご飯を頼む、出来上がって、あ、違う、スプーン、今日は白いスプーンにしよう、今日は白おじでいきます。はい、ご飯を、うわー、盛り付けていくけど、ここがすげえことになってる、なんでこここんなことになってる。今日あったけえから多分そんな冷めねえんだよな、もうこの時点で持っといても。まず一つ目からで、本当だったら、僕はですねチキンライスを作りたかったんですけど、いや案の定やっぱりですね、どう考えてもですねこの火力じゃ無理だなって思って、チキンライス作るのめんどくせえなって思ってですね、チキンライスはやめました。はい、こちらご飯、1個 350g で、熱いなこれ、めちゃくちゃ熱い、熱いこれが、これで多分 350g。 手が熱すぎ、おじ、よいしょ、ご飯が、熱いよ。本当だったらチキンライスもまたはケチャップライスをね作りたいんですけど、ちょっと
無理そうなので、うん、ご飯やっぱもうほぼおかゆやん。これでご飯をこそぎ取ってですね、皆さんご飯茶碗とかにご飯粒残して食べる人この中にはいないですよね。絶対やめてくださいね。はい、あの目が潰れますよ。はい、ということで一つ目のご飯のご飯が完了です。うん、うめえ。ちょっと待って、うん、うまっ。はい、ご飯完了で、こいつの形をまあなんとなく、よし、これでいいだろう、もうめんどくせえから。はい、それでは作っていきます。よし、はい、これ邪魔だな、死ぬほど邪魔だな。よし、それでは、おーい、メインのメインを作っていきます。さて、これ高さこれで大丈夫？よし、よし、行きますか。半分ぐらいってざっくり適当でわかるかな、このぐらい。やっぱ卵少なすぎたな、卵が少なすぎた、死ぬほど死ぬほど少なかった卵。まあいいや、はい、チーズ、バター敷いてね、まあいいや、ベーコンの油がなんとかしてくれるでしょ。火力弱え、火力が弱い。火力が弱い。あーやば、くっつくわ、くっつく、くっつく、やばい、これむず。最悪だ、これ多分できねえ、できねえ、できねえ、これくっつく、くっつく、くっつく、ああできないわ、このフライパンじゃできない、うん、できない、できません。でね、このね、コンロがさ、このサイズじゃん、フライパン全体が温まってないから端っこが切れないのよ。あーなるほどね、こういうネックがあるのか。うわー、これふわとろオムライスできないっす、これふわとろの方、僕が得意な方のオムライス、僕ふわとろの方は作れるんですけど、巻き巻きの方はあんまり作れないんですよ、うまく。うわー、これじゃダメだ、負けないもん、だって剥がれないから負けないの、ほらやば、このコンロじゃダメだ、この火力じゃダメ、あーこの火力とこのフライパンじゃダメだ。普段僕オムライス、あのふわとろのオムレツ作るのを俺箸で作れるんですよ、ちゃんと。うわーこれダメだ、ごめんなさい、これダメです、これダメ、ひっくり返、こうくるんってならないのよ。ここを温めるか、
こを温めたらワンチャン。あーダメだ、ほら見て、卵が、卵の動きを見てください。これできねえわ、これじゃあ。うわ、でお前何分かかるんだよ、火通るの、固まってくるの。あダメだダメだ、あいける、いけるかも、いけるかも、あいけるかも。熱する場所変えればいいや。あ、むず。あ、むず。これ。きつ。きつい、これは。あ、もう動かないもん。動かない。うわー。卵が動いてくれない。ガチか。あ、ほら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 、全く動かないのよ。これじゃ無理っすわ。これじゃ無理。これじゃ無理だね。これじゃ無理っすね。この状態で要は中に火が通らないのよ。今半熟で巻いたけど、でしかもちっちゃいし、ああダメだこりゃ、中まで火が通ってくんねえ。ああダメっすねこれ、失敗っすね。いやキャンプむずいな。あーもうダメ、完全にダメ、完全にダメ、これもう完全にダメなやつです。これもうただのただの卵焼きになっちゃった。あーもうくそー、これただの卵焼きっす。これただの卵焼き。あーもう最悪じゃん。ダメだ、ダメだな、中固まってきちゃった、もうゆるーく。うわもうダメだ、片側がひっついてた。もうダメです、これは。これ失敗作です。もうあの巻き巻きオムライスにもう全ベットしよう。もうこいつは失敗です。ふわとろオムライス失敗です。残念でした。こいつ、いやもう切っても多分全然ダメだ。いやもうダメだ、よいしょ。いやもうこれは完全なる失敗作でございます。はい、まあうまいはうまいだろうけど、ほら、あーもうダメだ、もうこれ開いちゃえばいいんじゃない。なんかそれっぽくなった、それっぽく巻いたやつを開きました。はい、もう一気に巻き巻きの方も作っちゃうか、めんどくせえから。なんとなくバッタモンができた。いやでも食っちゃおう、先に食って2杯目を作ろう。今度次ネクストは巻き巻きオムライスにいきます。はい、よし。いやちなみに言っときますけど、僕普段だったらめちゃめちゃこれ得意なんですからね。あのいつもみたいに今回はあのレシピを見てないあれじゃないんですよ。僕は何度も作ったことがある美味しいやつなんで、これ
オムライスこっちの方がまだマシだな。完成。ちょっとこれはマジでねしくったな。じゃあとりあえずいただきます。はい、ちょっとこう画角を下げる。いやマジで、いやいただきます。味はバリうめ。うまっ。うまっ。バチクソうまいけど。うめ。あ、これは、あ、これはシンプルにうまい。これうまい。うわ、うめ。あ、うまっ。もう味はもう神。うめ。でこれね、チキンライスじゃなくて白ご飯でよかった。半端ないうまさ。期限切れだとふわとろ。いや、期限切れ？いや、今の卵って賞味期限過ぎても1週間ぐらいは大丈夫らしいからね。そう、1週間2週間は余裕っていうか大丈夫じゃない？あ、これうまい。チーズがトロトロに溶けててうまいわ。うわわ。うわ、うめ。あ、チーズちょっと固まってきちゃった。溶けるチーズ。コンビニので十分。っていうかコンビニ、あ、スーパーに売ってるから。
うまっ。うん、ごちそうさま。一杯目ふわとろミスりましたけど、まあ普通のご家庭のコンロだったらふわとろにできるはずのやつでした。で次参ります。次は今度は巻き巻きオムライスの方いきます。あ、これバターです。卵投入。はい、卵投入です。完璧です。よし、先ほどの裂けるチーズ投入。あ、めっちゃ多い、めっちゃ入ってた。はい、これね、2杯目の巻き巻きの方の今度はオムライスでいきます。いやでも今のふわとろ火の通り具合はもう完璧だって言うて、うまく巻けなかっただけで。皆さんのご家庭のコンロでは多分簡単にできると思うんで。で巻き巻きの方のオムライスはまたっていうか、っていうかね、俺一杯でちょうどいいわ。なんで俺2杯目作ろうとしてるんだろう。一杯でちょうどいいご飯だった。二杯目辛くね。お、固まってきた。やっと少し固まってきた。よし。頼む、剥がれてくれ、うまいこと剥がれてくれよ。頼むぜ。おいいねいいねいいね、やっと来たね。うわこれ剥がれなそう。また剥がれない、剥がれないネックマジでやばいな。空間ができねえ。わあ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 、この火力、こっち側の火力がくそ腹立つな。手前側はいいんだけど、これで今ふわとろ作れるかもしれない今。でも2回同じもの作っとくしょうがない。あ、でもやっぱ剥がれねえわ。あー破れた。やばこのタイミングで破れるのはちょっと辛いぞ。ここまで来て破れるのはちょっと辛い。あ、これ巻き巻き無理だな多分。ちょっとここだけなんで剥がれないんだよ。ここだけなんで剥がれないんだよ。おいおい
ちょっともうめんどくせえな、これもうフワトロセカンドシーズンいくか、これうわちょっとなんでそこ剥がれないのよ、もうダメだ、巻き巻きも無理だこれ、ちょっとやば、巻き巻きも無理、巻き巻きも無理ってことはもう逆からやりたいんだよな、巻きたい、ここだ、よし、もう巻き巻き無理です、巻き巻き無理なんで、うわ、こう跳ねてくんねえんだよな、はい、もうダメです、完全にさっきより失敗しました、これ今回、はい、ダメです、残念ながらオムライス界失敗に終わりました、オムライス界失敗です、待って、ベーコン入れるの忘れてた、進んだ、積んだわ、積みおじです、これああベーコン、あちちちちちうわっあっちいいなあマジで、うわまたまたとんでもないことになった、うん、うん、これまあいいや、よいしょ、うわもう両方失敗したよ、もう結局巻きおじできないから剥がれないからそのままもう巻いちゃった、2個とも同じ、あ、綺麗に取れたわ、結局1回目と同じやり方しちゃった、ちょっとこれちょっとオムライスは今度またあのでっかいコンロの方を持ってきた時にリベンジするわ、うん、ちゃんとあの巻き巻きとあれふわとろ両方作りたい、ちゃんと次オムライス食いてえなって思った時俺またやるわ、うん、多分今回さっきよりひどい、ご飯の形を作って、あ、うわこれ完全に中固まっちゃった、うん、これ本当だったらですね、こうやってやるとトローってならなきゃいけないんですけど、ならないんで、まあまあまあちょっとなるっちゃなる、うん、なるっちゃなるけど、なるっちゃなるけども、なるっちゃなるけども外側だけちょっとこう行き過ぎてる感じが、はい、オムライスふわとろじゃないんですよこれ、ほらここが火入りすぎちゃってるの、外側、一番外側がうまくできずに、でもうあのオムライスにベーコン入れるとやりづらいっていう人もいると思うんで、まあこのベーコンに関してはこう後からもう散りばめればいいと思います、ベーコンの量よ、ベーコンの量どうしたよ、はい、でこちらね、あーもう
さっきのうまく出ねえ。失敗しちゃった。はい、完成。オムライスおじ。こっちのがまだいいかな。こっちのが良さそう。あ、こっちのがなんか見栄え的にはこっちのが良さそう。オムライスおじ。はい。あ、豚バラよりもね、あのね、豚バラよりもベーコンの方が俺は好きっすね。うん、あのベーコンのスモークの香りが欲しかったりするんで。じゃあいただきます。味はうめえんだけどね。うん、味はうめえわ。やっぱこの俺様が作っただけあって、ちょっとうわうわ、うん、ちょっとトロトロしてるんだよ一応ちゃんと。もうね、火に入りすぎちゃってるところがあるんだよ。うまっ。あれ、これもしかして天から才能授かったかな。うん、あれれ、これもしかして授かっちゃったけ。これもしかして、うん、うまいのはもう間違いない。うん、言っとくけど、うまいのは間違いないよ。うん、うん、うめ、うん、っていうか、うまくなかったらこの量2杯食えねえよマジで。うん、うん、チーズ伸び伸びだ。うん、謎のたくあん。いただきます。うん、オムライスとたくあん合う。うん、最高かよ。うわ、伸び、うわ、チーズが、うわ、チーズさん、うわ、おお、チーズ、うめえ。うん、うん、あー、うまっ。シンプルにうまい。うん、ね、チーズもいいし、鳥の声と川の音とうまい飯と最高かよ。うん、あ、うまっ。うん、
うん、うん、ここ釣りできるらしいです。うん、うん、今度試してみる。オムライスとたくあんめちゃめちゃ合うから。さあオムライスさん、あ、うめ。やっぱこの地球上で俺が作ったオムライスが一番うめえわ。うわ、チーズが伸びる。この地球上のナンバーワンオムライスや。うまっ。チーズがとんでもない。うますぎない。お腹いっぱいになってきた。おいしい。あのね、うまい。充電器が、はい。オムライス2つ完食。わーい、ごちそうさまでした。